マッケレルは、アメリカ海軍の潜水艦。マッケレル級潜水艦の一番艦。艦名は、サバ科の総称にちなんで命名された。マクリルを名乗る魚は広範囲で、同じ鈴木木のアジ科や、イサキ科だけではなく、カサゴメながら防水型のホッケ族にも付けられている。大西洋サバ大西洋アジ大沢ラマッケレルは1939年10月6日に、 コネチカット州クロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1940年9月28日にウィリアム・アルファー・ロング夫人によって命名浸水し、1941年3月31日に艦長ジョンカイ・デビッドソン少佐の指揮下収益する。マッケレルはコネチカット州ニューロンドンで第一潜水船体に配属され、 第二次世界大戦を通じて訓練及び開発に従事した。実験潜水艦として設計されたマッケレルはニューロンドンで水中音響研究所での支援任務及び艦長候補者学校での訓練任務を担当し、水上艦艇及び航空機の対潜水艦船訓練を行った。マッケレルはその活動の大半をニューロンドン付近で行ったが、 対戦水艦戦訓練演習のため北はカスコ湾、南はチェサピーク湾へと公開した。ニューロンドンからナラガンセット湾水域では水中音響研究所での任務と同様に第28.4任務部隊での対戦水艦戦開発任務を行った。マッケレルは戦術上及び技術上で海中活動の開発を援助した。対戦中に マッケレルは一度だけ敵と接触している。1942年4月12日にニューロンドンを出港し、浮上したままバージニア州ノーフォークに向かった。陸軍及び海軍航空機の対戦水艦船訓練のためであった。14日夜にマッケレルは2本の魚雷が向かってくるのを発見した。マッケレルは回避行動をとって、それを回避し、 浮上中の敵潜水艦に対し2本の魚雷を発射した。翌朝再び敵の潜水艦を発見したが、マッケレルは再び引き離された。戦争の後半に、マッケレルはボストンへの帰還を命じられ、1945年11月9日に退役した。11月28日には除籍され、マッケレルは1947年4月24日に、 ペンシルベニア州フィラデルフィアのノースアメリカンスメルティング社にスクラップとして売却された。ありがとうございます。